こんにちは、ヤマンゲロです。本日は群馬県藤岡市にあるカラス川オートキャンプ場へやってきました。今宵はキャンプで天ぷらを作っていきたいと思います。果たして美味しく作ることができるのでしょうか。それでは参りましょう。はい、到着しました。なんで群馬県かというと、群馬にギターをやっている友達が住んでいて、久しぶりに会いたいなと思い、近くのキャンプ場でキャンプすることにしました。今日やる場所はここです。テント設営開始。まずは群幕を広げます。3枚ボタンですでにつないでおります。よいしょ。広げるとこんな感じです。手前の幕だけ色が薄いです。これは後で1枚中古のものを買い足しました。だいぶ使った感じがあるんですが、年代によっても微妙に色が違ったりします。まずは後ろのセンターの部分をペグで固定します。順序はよく分かっていないので適当にやっています。参考にはならないと思います。はい、じゃあポールを組み立てます。よいしょ。はい、こんな感じですね。で、先端をテニスボールに突っ込みます。よっしゃ。で、こいつをテントの真ん中部分に立てます。こんな感じですね。はい、お次は横部分を張ってペグダウンします。で、反対側も、これケツがちょっと丸出しですんませんね。はい、こっちも固定します。で、隙間の部分をどんどん固定していきます。はい、これが右後ろです。台風の予報だったのでしっかりと張って深くペグダウンしています。はい、こっちが左後ろです。よいしょ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 い。前方のセンターのハトメにポールを通してロープを結んで前方に張っております。ただバカッと開いた方が風通しがいいので2本ポールを立てることに変更しました。この時点で台風のことは完全に忘れています。はい、反対側も幕のハトメにポールを通してロープを結んで張ってペグダウンしています。はい、ここで緩みを取っております。はい、テント完成です。ぐるっと一周回ってみます。てんてこな形ですが一応完成しました。で、晴れの日だとこれ全然問題ないんですが、この後雨が降ってきてしまったんですよね。で、上に水がちょっと溜まりやすい形になってしまっているので、ポールは2本じゃなくて1本にしとけばよかったなと後で後悔しました。では中に入ってみます。これはサイズ1ですが、群幕3枚つないでいるので僕には十分すぎるほど広いです。景色はどうでしょうか。全然良くないですね。こっちを向いている理由はいろいろありますが、長くなるので省略します。ギアを入れていきました。こんな感じです。芝生が燃えないように焚き火シートを敷いて、その上に石を積んで、その上に焚き火台を置いています。雨が降り出してきました。まずは火をつけました。いい感じで燃えております。調理開始。はい、舞茸ですね。食べやすいサイズに切っていきます。豚肉は最初から切れていました。よいしょ。ソーセージは斜めに切ってみます。よいしょ。で、解凍したエビに氷がついていたので拭き取っています。アスパラはケツをカットします。で、食べやすいサイズに切ります。あー、落ちてしまいました。でもキャンプなので気にしません。ビニールの上に食べ物をどんどん置いていきます。お次はナスビです。周りをキッチンペーパーで拭いています。まずはヘタを落として、で、食べやすいサイズに切っていきます。一応切れ目を入れました。豚肉にはアウトドアスパイスを振りました。食べやすいように食材を串で刺していきます。まずはエビです。で、ウインナー、豚肉、舞茸、ナス。ギターの友達がここに来て一緒に食べられるそうなので2人前用意しました。ピーマンがあったので半分に切って串を刺しました。では米を炊いていきます。無洗米を適当に入れていきます。で、次は水を適当に入れます。アルミで蓋をして火にかけていきます。沸騰したら弱火で15分から20分ぐらいで、その後蒸らしたら完成です。友達が到着しました。ビール持ってきてくれました。はい、乾杯。いただきます。では油をたっぷりと注いで熱していきます。その間にですね、大根の皮を剥いてすりおろしていきます。
これ100円ショップで買いました。初めてすりおろしています。いい感じでできました。ここに昆布つゆ濃縮を入れます。大根の水気でこれ薄まってちょうどいい感じの濃さになりました。ご飯が炊けたかチェックしてみます。おー、いい感じですね。そこにもこびりついてなくてめちゃくちゃ美味しく炊けました。小麦粉を入れて水を同量入れるんですが、水をちょっと多く入れすぎてしまいました。竹串を湿らせて拭いたので油の温度をチェックしてみます。あー、まだちょっと温度が低そうですね。泡が出てくるのが遅いです。もういけるやろということで、まず一発目アスパラです。投入します。ドボン。おー、上がっておりますね。強火にしました。雨がさ、入ったら跳ねるね。跳ねる跳ねる。やばいね。傘とかある？焚き火台を少し幕内へ入れましたが、煙がかなりきつかったです。傘作戦も試しましたが、やりにくいので近くの安全な場所に移動しました。はい、ここに来ればもう安心です。アスパラちょっと揚げすぎてしまいましたね。つゆをたっぷりとつけていただきます。ちょっと揚げすぎやったね。エビいきます。衣つけて油へ投下します。ドボン。衣をサクッとさせたかったので強火にしました。はい、グツグツいってますね。はい、完成です。揚げました。ただこの時衣が全然ついてないことに気づいたんですよね。ほぼ素揚げです。たっぷりとつゆをつけていただきます。実際の感想を聞いてみてください。うまっ。お次はナスです。これも素揚げの状態です。めちゃくちゃうまかったです。小麦粉足せばいいのにテントに忘れて取りに行くのが面倒だったので、べちょべちょのままどんどん作って食べています。豚肉です。あ、上がりましたね。これはどうでしょうか。火は入っているようです。アウトドアスパイスが効いてめちゃくちゃうまかったです。舞茸ですね。これは衣が全然ついてなくてべちょっとなって美味しくなかったです。失敗です。この後小麦粉を足してちゃんと天ぷらっぽい感じで美味しくいただきました。キャンプとは関係ありませんが、友達宅でギターを借りて2人で適当に弾いて遊びました。最後まで聞いた方には必ず幸運がもたらされるという民話が群馬県には古来から残されているそうな。けど